第2試合 WMC 日本スーパーフェザー級 58.97kg 3分3ラウンドで行われます。向井寛太 VS 勝利の一戦であります。まず梅野さんに伺っていきましょう。この向井寛太はノックアウトに結構参戦してるんですけれども、見たことはありますか？僕試合は見たことないですね。そうですか、はい。過去ですね、あの4月にあのノックアウト2022のボリューム3であのブラックルールでともみと対戦し、延長ラウンドを戦って判定3対0で勝利しているファイターであります。なるほど。そして一斉選手はこの2人はご覧になったことありますか？すみません、ないですね。あ、初めてですか、はい。対する勝利はですね、はい、これ6戦無敗のファイターであります。ピンクのトランクスを履いているファイターで、無敗記録を今継続しているというところで、どういった戦いになるのか、はい、ぜひともお二方にも解説していただきたいと思います。おお、いきなり打っています。パンチを打っていく向井。激しいですね。いきなり1ラウンド目から激しい打ち合いになってきます。組んでの攻撃。おお、飛び膝、膝入りました。一気に仕留めにかかるか向井寛太。前蹴りで距離を取っていくのは勝利。勝利もちょっとびっくりしたんじゃないでしょうかね。左ミドル、勢いよく飛び込んでいきました。おお、ナイスサード。動きが早いですね、2人とも。早いですね、1ラウンド目から動きますね。梅野選手、大体1ラウンド目というのは結構様子見っていうふうに伺ってますけども、ね、そうですね。ただまあこれ3分3ラウンドなんで、結構1ラウンド目からも自分のペースにお互い持っていきたいんじゃないですかね。なるほど。勢いのある両者の戦い。まず左ミドルを打っていく勝利。そしてエメラルドグリーン、こちらのコスチュームを着ているのが向井寛太であります。勝利はボム3連勝中、勢いに乗っているファイターでありますが、強敵を向井打っています。あ、ミドル打っていく向井寛太。どういった戦いになるのか、緊張感が漂っています。第2試合第1ラウンドです。おお、そしてパンチを集めていく向井寛太。向井は174センチ、そして勝利は169センチ、5センチの身長差があります。お、今度は勝利が圧をかけていく。ローキックを打っていく。このコーナーに詰めたうちはチャンスですよね、うん、コーナーに詰めてプレッシャーをかけていく。ただ組の対応は、あ、いかがですか？組の対応が、うん、肘がなんかちょっと怖いなと、はい、お互い、あ、組の時にこれなんかちょっと一発あるぞ。ボディを打ってパンチを打っていきます。今いいボディ入りましたね、はい、勝利。いや、下から攻めていくのはいいと思います、はい、前蹴りで距離を取っていく向井。ニヤッと笑った。向井選手の方が肘は手近ですね。回も勢いよく、おお、ナイス、激しい打ち合いだ。おお、そしてパンチを当てていく。結構お互い自分から肘振るっていきますけど、お互いでもガード危ないですね。どうしてこれ何が起こるかね、ちょっとリスキーな戦いになっているか両者。おお、向井寛太もこのロープ際からのなんか攻撃が恐ろしいところありますね。ロープに引き寄せて攻撃を打っていくパターン、結構特徴的であります。ロープを背にしているんですが、ここでジャブを打ったところで第1ラウンド終了。さあ、向井寛太なんですが、ノックアウトを結構主戦場にしておりまして、昨年の10月に行われたイビ大輔戦はこれ3ラウンド2分25秒右のパンチで KO 勝利を収めています。この時もロープを背にしてからの攻撃が特徴的で、巧みさが伺えたというところでありますけども、梅野選手、第1ラウンドをご覧になっていかがだったでしょう？そうですね、あの2人ともすごいあの気持ちが前面に出る、はい、ファイターだなっていう。でもお互いちょっとこうガードが低かったりだとか、うん、肘打つ時に、うん、ちょっとお互いに危ないシーンがあるんでお互い気をつけないと、どっちが今倒れてもおかしくないかな。2ラウンド目以降、この今多分セコンドからも多分言われてると思うんですよね。相手の攻撃に気をつけろと、うん、そこをこ うまく修正した方が2ラウンド目自分のペースに持っていけるんじゃないのかなと。ありがとうございます。イッセ選手、この第2ラウンドはどういったところ注目したいですかね？そうですね、今1ラウンド目はお互いすごいいい攻めをしてたんですけど、はい、あのここっていう時にちょっと最後掴みきれてない感じがあったので、こう2ラウンド目で修正して、どこまでどっちが先にものにするかですね、うん、
きが変わるかどうか、第2ラウンド注目していきましょう。あ、再び首の体勢、首は向井選手が、お、向井いいですね、ポジション取るのが上手いですね。あ、そして肘を打っていく、再びロープ際の攻防、この組む前に攻撃が欲しいですね。あ、お、今度はプレッシャーをかけて向井が膝と肘を打っていく、ローキック、おお、勝利もパンチを返していく、お、吸い付きように向井寛太が襲いかかってきます。おお、そして勝利も肘を打っていく。向井選手はこの、はい、組んだ状態の方が、うん、自分のペースに持ってきやすいと思うんですけど、勝利選手はこの離れたところからアグレッシブにこうパンチと肘で前に行きたいと思うんですね、うん、この距離感を、どちらがこううまく自分のペースで持っていけるかっていうのが、勝負に結果につながるんじゃないのかな。なるほど、この距離の取り合いも重要になってくるわけですね。さあ、どちらの距離になるか。お、再びパンチを放っていく両者。おお、あ、そして縦肘を打っていきます。ミドルで返す勝利。すごいですね、勝利です。肘、勝利の肘が何発か当たってる。今すごい勝利選手が、あの、はい、気持ちをすごい前面に出して、あの、いい攻めしてるんで、はい、これをずっとこう下がらされちゃうと向井選手自分のペースに持っていきづらいと思うんですよね。いいですね、勢いがありますね。お、伊勢選手から見てこの勝利選手も勢いありますか。やっぱりあります、うん、でなんかちょっと何が来るか分かんないので、うん、受ける側としてはちょっと何が来る、おー、ないっす、ちょっと読みづらいっていうのもありますかね。はい、この勝利は2019年4月から弟のレイ君と一緒にブラジリアン柔術を始めたと。キックと両方を始めて、そしてヴィンテージモトクロスというバイク競技もしているという、勢いのあるファイターです。6戦4勝2分け、無敗記録を継続中であります。待ったをかけようとしているのがこの向井寛太、チンカンとも呼ばれています。お、そして膝を打っていきます。向井、再びコーナーポスト際の攻防、くるっと回って、お、膝を打っていく向井、そして肘、肘を放っていきます。ジャブを打ってパンチを放っていく。第2ラウンド終了、攻防を今合わせました。組んだ状態でやっぱりこう、はい、向井選手の方が上手いんですけど、勝利選手の方がこうアグレッシブに、として、全然嫌がらないんですよね。スタミナがすごいのかな、こう手数もやまないんで、それにちょっとどんどんとこうペースを握られていっちゃうんじゃないのかな、3ラウンド目っていう展開でしたね、2ラウンド目。はい、一斉選手はこの2ラウンド目はどう映りましたでしょうか。はい、今リプレイも流れてますが、そうですね、勝利選手が結構もう圧をかけて後半は、はい、でそれに対して向井選手が、ちょっと飲まれてたかなっていう、ペース持っていかれそうになったんで、うん、3ラウンド目このまま勝利選手がペースを握るのか、それと向井選手が最後圧をかけていくのかで、まあ、最後本当鍵ですね。うん、いよいよこの向井対勝利第3ラウンドを迎えます。ラウンド3ファイナル、勝つのは向井か勝利か。勝利選手はこのまま3ラウンド目先ほどのペースでガンガン前に行きたいですね。うん、積極的に攻めていきたいところ。さあ、このまま無敗記録を継続することができるか、それとも向井が止めるのか。膝を打っていく向井、そして肘、おお、肘を打っていく、ナイスボディ。距離の取り合いがこのラウンドも重要になってきそうだ。お、掴んで攻撃を打とうとしています。ああ、右のハイキック、いい攻めですね。お、そして向井もパンチを打っていく、膝、向井選手いいですね。お互い良さ出てますね、いいところがね。再び組の体勢、梅野選手、今のこの距離というのはどちらの距離になってそうですかね。
今これお互いのすごいいいところが、うん、出てるんで、はい、これをちょっとそのラウンドの後半まで、うん、続けられた方がもう勝つと思いますね。なるほど。今ボディが入りました。パンチいいですね。勝利のいいボディが入りました。右のローで返していく向井。どんどん行ったがいいですね、うん、これ下がったら、はい、飲まれちゃいます。ここはやっぱ引かずにおお、そして肘を打っていく向井選手は多分首の展開の方がいいかもしれないですね。向井としてはこう膝をコツコツ当てながら首相撲に持っていきたいところか。あ、肘、あ、そして膝、おお、踏んでいく。おっと、これはリングの外に飛び出しそうだ。お互い激しい戦いになっています。第3ラウンド、右、そしてボディを打っていく。パンチが何発か当たったか、向井のパンチ。勝利もスタミナがあります。ここ下がらない方がいいですね。向井選手どんどん前へ出て自分から組んでいった方がいい。残り時間1分、あっという間に第3ラウンドも残り時間が1分を切りました。勝つのは勝利か向井か。おお、フックを打っていく。ちょっと効いたんじゃないですか 今ちょっとね、ヒットしましたが、勝利にとってはチャンスか。勝利選手ここ冷たいですね。手がどんどん増やしてきて、第3ラウンド残り時間わずかになった。いかにアピールできるかが鍵になりそうな第3ラウンド。この後半30秒最後も攻めた方がこの試合でものにすると思うんで、最後まで力を振り絞ってほしい両者。ロープ際の攻防、激しい攻防戦になっています。膝を打っていく、打ったら打ち返す、組んでの膝攻撃、互いに打っていきます。ここ休まない方がいいですね。これ最後ラスト10秒、おー、そしてパンチを何発か打った。おー、パンチで返す向井。第3ラウンド終了、戦い抜きました。両者いい試合でしたね。いい試合でしたね。大サンバショールから今盛大な拍手が送られています。いやー、一斉選手、はい、これも熱くなる試合でしたね。面白かったですねヒヤヒヤしました。いやー、本当ね、序盤スリリングな展開ありながら、はい、そして2ラウンド目は距離の取り合い、はい、そして3ラウンド目はまた激しい打ち合いですね。いや、面白かったですね。さあ、判定はどちらに微笑むのか、向井か勝利か。それでは判定の結果をお伝えいたします。ジャッジアラビア29対28、青勝利。まず勝利に1票。ジャッジシーン30対29、青勝利。ジャッジのパレーソン29対28、青勝利。以上3連戦の結果をもちまして、勝者青コーナー勝利。判定3対0、2人が29対28、そして1人が30対29、3人とも勝利を支持しました。皆さん伺っていきましょう、はい。勝利が3対0の勝利となりましたが、いかがだったでしょうか、ご覧になって。そうですね、まあ、僕もあのこの試合見てて30対、29で、はい、まあ、勝利選手、勝ったかなと。おやっぱりこう後半までこうアグレッシブに攻め続けて、レフェリーに対してジャッジに対してすごく印象、好印象を残したと思ったんで、すごい気持ちの見えるいいファイターだなと思いました。そして一斉選手、はい、ボムに参戦してこれで4連勝、そしてプロ7戦5勝となりました。はい、一斉選手どうですか、この勝利選手の存在というのは。いや、1ラウンド目はちょっと向井選手がいいのかなと思ったんですけど、後半に行くにつれてどんどん勢い増してて、うん、面白い試合をしてくれたというかしたので、すごいこれからも楽しみな、そして面白い試合してくれるので、またボムにふさわしい選手ですね。これからね、ボムの顔になっていく存在かもしれませんのでね、はい、ぜひこれからも勝利の戦いに注目していきましょう。第2試合勝利したのは勝利でした。